おはようございます。釣り子 TV です。なんかね、2月が結構バタバタで全然釣りに行けてなくてですね、で今日フープの原さんがですね、50アップ釣れたよとかね、40アップ釣れたよとかですね、仕事中にこう断続的に2月かっていうようなすごいね、釣果の報告のお便りなんかが届いたりして、ああもう釣り行きたい釣り行きたい釣り行きたいっていう状況なんですが、まあね、仕事しないとですね釣りも行けないので、というわけで、今夜なんですけども、まあ春先の釣りに向けてですね、ちょっとミノをねゴソゴソと引きずり出してきて、今年のね、一軍というか、まあこうボックスにね入れて整理して、いつでもですね繰り出せるように準備しておきたいななんていう、まあねちょっとね雨の日とかですね、気温の高い日とか徐々に増えてきて、いよいよこういったサスペンドミノーとか、まあこれシンキングとかフローティングとかいろいろあるんですけどね、ここら辺のブラックバスで使えるようなミノーたちが徐々にですね活躍する時期に入ってくるんじゃないかなということで、まあどんなミノーね持っているかとかね、改めてご紹介しながら見ていきたいと思います。まずねこれはまだ早いかなっていうのはちょっと抜いていこうかなと思ってですね、まあね天気が良ければ早いってことはないと思うんですけど、このねこれね結構好きなんですけど、テンガカラーに塗られたタイガー、ね、テンガタイガーなんですけども、これはねフローティングでねちょっとトップ寄りの使い方かななんて思うと、もうちょっとねまだ今2月ですからね、アフタースポーニングから、まあ、梅雨の時期夏の時期とかね、もうちょっと先かなっていうことでね、ちょっと端っこ抜いてもらって、でこれもね結構好きなんですけどね、まあチャンスがあったらぶち込んでいこうと思うんですけども、このボーマーもうちょっとね、どうしようかな入れようかな、まだでもねちょっとこれ浮力が強いモデルなんで、もうちょい先のシーズンっていうことで、ただねこうパッパってってふわーって浮かせる釣りなんていうのも、聞く時がありますので、ね、まあ、すぐに出せるようにスタンバイしておいて、でもそろそろ南風の日なんかも出てきましたんで、ここら辺のルドラ兄弟はねスタンバイしておこうかなと思って、こうこれなんかね海用っぽいイワシカラーに見えるんですけども、サスペンドね、サスペンドモデル、シンキングはねめったに買わないんですよね、1個ぐらいしか持ってなくて、まあ海で使う機会が多いんですけども、これからね春の時期なんかはいよいよですね活躍する日なんかも出てくるんじゃないかなということで、これも SP だと、これもこれね春っぽいカラーじゃないですか、これなんかいいんじゃないですか、サスペンド、あこれだけねスペック2なんですよ、固定重心のモデルで、こっちはね、全部ですねサスペンドモデルというわけでですね、このまあルドラ兄弟はね、もう間もなく、爆発するんじゃないかっていうことでスタンバイしておきますよ。まだねいくつかね持ってるんですけども、封を開けてないやつとかもあるんですけど、とりあえずねボックスの中に現役で使ってるこの5匹をねスタンバイしておこうかなっていうところで、でまあルドラつながりで弟分のバールナは、バルナ2本ぐらいも、はい、これね、ルドラと同じく、まあ、高性能だね、バルナちょっとねその深いところを泳ぐイメージなんですよね、他のやつよりもイメージとしては、まあ、リップはこういう感じでショートなんですけども、結構ねグッとね入るっていうイメージで、でまあキンキラカラーとちょっとね、こう透けたようなカラー、これねどっちもね、好きなんでどっちでも使えるように2本ねスタンバイしてるんで、まあ、このねルドラのだとちょっとでかいなっていう時もバルナを使うっていう感じ、ちょっとレンジを変えたり、そのこういう
音の違いでね、なんとなく使い分けるので、このバリソンミノーもね結構好きなんで、これ両方、130SP っていうことで、これはね両方キラキラしたカラーなんですけども、結構ね音はねこういう感じ、まあうるさいというかね、あるんで、なんだろう、濁りが入った時とかちょっと音をジャーキングピタッ見つけてくれたみたいな時に使いたいなっていうことで、バリソンミノこんな感じの色をね、持っているので、まあこれもね気分でね使い分けるんですけども、でそのちょっと泳ぐレンジをねコントロールするっていう意味で、こういった感じの80マグナムだとかね、ワンテンマグナム、これメガバスので動きの、まあ、リップの形状が若干違ったりするっていう感じで、そのスライドさせるダートさせるねレンジを刻みたい時に、まあちょっと入れたい時は80マグナム、上のレンジでパッパッて飛ばしたい時はワンテンマグナムっていう感じで、まあ、ここら辺もね、まあ、似たサイズ感なんです。こんな感じでね、準備してます。でそれよりただ巻きでちょっと入れ込みたい時に、まあ、そのものズバリただ巻きですよね。ただ巻きはいくつか持っていて、で、まあ、ちょっとね他のやつはシーバス用のフックつけてですね、シーバスボックスに隠れてたりするんですけども、バス用ではこの132でこのハーフミラーというかなんていうか中が、ミラーが入っている、で比較的静かなんですよね。だからこうぬる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 っとね、ぬるぬるぬるっとで比較的動きも静かめに、ボディは大きいんだけども静かめにその魚のいるレンジに入れていきたい時、 あとは何も考えずにね、もうただ巻くっていう感じの時にこのただ巻きを使ったりするんで、まあこれもねスタンバイしてるんですよ。でそれのちょっと激しいバージョンというか、これちょっとチャラチャラした音もするよっていうことで、IK ジャーク、これねまだね魚釣ったことないんですけども、カラーがねこういう感じで、なんていうかリアルフィニッシュな感じの塗装のやつを買ったので、ああもう明らかにワカサギ追ってんなーなんていう時にね、このただ巻きと、まあ、カラーの違いでちょっとね使い分けようかなっていう感じで、 IK ジャークなんかもね、まあ、これは激安アスリーって書いてあります、ね、こんな感じでね、ロングリップっていう使い方、まあ、ステイシーとかね前やったそういうのとはまた若干違うんですけども、このショートリップのやつを少しだけリップを長くしてこう静かにヌルヌル沈め込ませるっていう時用にですね、こういう感じでロングリップのものを準備してます。でまあこれもうね元祖ワンテン、元祖ワンテンももちろん準備してます。これはね金黒、基本的にミノーってあの前ね金黒しか使ってなかったんですけども、まあこういうねデッドリーブラックシャットみたいな色もね好きなんで、どちらかっていうとバルナより上のレンジで、こうダートさせて使いたい時、主にジャーキング主体で、探していく時とかにこのねやっぱねワンテンね、まあ前だとねほんとねこれでもね大きいなっていうイメージだったんですけど、出た頃はですね、ただねほんとねルドラが出たぐらいからですかね、関東でもまあ標準に近くなってきてるんですかね。今を見ると、前出た頃はね、あ大きいミノだなと思っていたワンテンがですねほんとねちょっと小さめに見えるなって、で最近はねこの下にさらにワンテンジュニアなんていうのもありますからね。今日ねワンテンジュニアねいっぱい持ってるんですけど、ワンテンジュニアが入ってるボックスが行方不明になってですねいないんですけど、だから一番このワンテンが小さくなっちゃうんですけども、まあこんな感じでワンテン軍団がいて、おいでまあちょっとね
魚高活性だな、浮いてくる時も追っかけてくるななんていう印象がある時用にこのねサイドステップね、エバーグリーンの実のこれとか、あとはね似たサイズ感でこれねズイールのマレオね、これすごいね、これはこれでねもうね単体で動画作りたいぐらいなんですけども、1センチ刻みでものすごい小さいサイズからマグナムサイズまでね、ほんとね1センチ刻みでねこのミノあるんですよ。でまあもうねズイールはねちょっとね買いづらくなってしまったんで中古で見かけたら買うんですけど、これもズイール01年って書いてありますけども、マレオシリーズはね大好きでね、ほんとね各サイズ持っているんで、これはねとにかく静かで重心移動とかが入っていないんで、投げてアクションのねその動き出しのレスポンスが非常にいいで、ジャーキングでも釣れるしただ巻きでも釣れるしっていうことでね、ほんと名作のミノーなんで、どちらかっていうとこのボーマーとかとね非常に似た感じというかですね、で、これがね外国製だとするとほんとね日本製っていう感じのカチッとしたボーマー使いたいななんていう感じの人はこのマレオドンピシャでね気に入るんじゃないかなって、まだねたまにね中古でねポロッと売ってますんでね、見かけたらぜひおすすめのミノです。でちょっとね一段入れ込みたい時用にこういったねスレッジね、エバーグリーンであるとか今カツのキラービルシャットとかね、こんなカラーですこれね、めちゃくちゃ釣れそうですよね。これね、本当これはね亀山ダムとかでもねどこでもね投げるとねすごいよく釣れたっていう印象があって、でこれはねスレッジはねもう本当名作中の名作ですからね、なんか投げると釣れるなって、印象としてやっぱ春先3月から4月ぐらいまですごいね使ってて気持ちいいし、なおかつまあねジャーキングビタジャーキングビタみたいな使い方の時も本当ね今でも好きで使ってるんです。でなくなったらね、買い足したりしてるっていうね、これねスレッジですね。で徐々にミノーが小さくなっていきますが、これねまあ2月ですね、この寒い時期のミノーっていうとねこういうPE ラインとかで愛の代わりにねこう作ってねやるチューニングなんていうのが流行ったんですけど、これね3つぐらいあるんですけども、ね、B フリーズね、 B フリーズですよ。 B フリーズはねこういう感じでねこう結び目がねあるんですけど、これ PE ラインで接続してるんです。でこれのメリットっていうのはねとにかく静か、ちょっとね腹のウェイトが少しだけコトコトってするんですけども、とにかく静か、もう忍び寄るっていう感じで、で、固定重心なので、動きのレスポンスがいいし、もうほんと B フリーズ独特のねこうちょっとねプルンとね身もだえるようなね独特なB フリーズアクションがあるんで、これはねもうね時代が変わってもね永遠に釣れ続ける、まあルアーなんじゃないかなっていうことで、シーバスではねちょっと大きめのサイズ使いますけども、ブラックバス春先って考えるとこのね、小さめのやつですね。色もねこんな感じで、これね微妙にねこれはね背中にこういうちょっと、ね、タイガーカラーみたいな入ったパープルで、これは中にねオーロラのようなこうインサートプレートが入っている紫で透明の紫ね。でこれね PE ラインで接続することによって従来の使っている針よりね少しね大きめの重めの針が背負えるようにっていうか、まあ、それをつけても、サスペンドとかスローフローティングとかにできるようになるんですね。まあこれによってねまあ春先大きな魚かかりますからね、そんな時も、安心ということで、まあねこれね B フリーズの小さいの軍団ですね、これがいて、で B フリーズのオリジナルサイズ、一番最初に出たのこのサイズだと 7.8 だったかな、この B フリーズはね
3つぐらいねボックスにないとね不安になっちゃいますね。できれば金黒が欲しいんですけど、金黒なくしちゃったのかな、今ボックスに入ってなかったんですけども、結構ね霞ヶ浦水系とかですごいね抜群に、効く印象があって、でこれが2つがねサスペンドね、サスペンドで、これねシーバス用なんですけども、シンキングなんですね。これね結構ねシンキングほんとよく釣れるんですよ、ブラックバスで。なんかねずっとサスペンドだと思ってね投げていて、やったら釣れるビーフリーズがあって、ああ当たり針だなと思ったんですけども、何年か経ってねよくよく見たらねシンキングだったんですね。ずっとサスペンドだと思ってシンキング使ってたんですけども、っていうことでシーバスルアーコーナーなんかにね売ってますけどね、このね S、 これね1個持っとくとね、カウントダウンラパラみたいな印象ですかね。カウントダウンラパラももっとねブラックバスもよく釣れるんで、シンキングって釣れるんですよね。ただ巻き主体でよく釣れる時に、そのレンジをちょっとコントロールしたいっていう時、これをねサスペンドだともちろんピッて止まることによって、まあ、いろいろな何て言うんですかね攻めができるわけなんですけども、ね、最近は別にそのただ巻きっていうね釣り方もねすごいね一般的なので、ただ巻きで使うんであれば別に、まあ、止めたら沈みますけどね、ただずっと自分の側まで巻き続けるんであれば案外シンキングの方がレンジコントロールがしやすいなんていうこともあるので、ぜひですねシンキングなんかも1個ぐらい持っておくと、役に立つと思います。でね、チビミノでいくと、まあねこれはねないとね、ソウルシャットですよね。ソウルシャットはね、まあもうほんとね、これないとね不安になって、まあ、全部そう言ってるんですけどね、でもね特にねソウルシャットはね本当にね動きが安定してるというかですね、外れがないんですよね。まあお守りできるわということで、ソウルシャットがおりまして、でザッカいますね。これねハンクルのザッカーね、まあ、シラウオっぽいカラーであるとかね、でシラウオではないんだけど、このね色やたらよく釣れるんで、まあこれはワカサギとか追ってる時に聞いたかな。でもねこういうシラウオっぽい綺麗な色と、まああとはちょっとワカサギとかイメージしたとに、あんまりね飛距離は出ないんですけども、本当にね動きがいいで、やっぱりサイレントね、静かにスッと寄せてバクッと食わせたい時には、案外ね、ザッカーなんですよね。まあソウルシャットを飛ばして、魚のどこにいるかよく分かんない時はこう飛距離の出るソウルシャットとかを使うんですけども、だいたいここら辺で食うだろうな、このブレイクだろうなとか、なんとなく魚が食う場所がイメージできている時はザッカーという感じですかね。まあそんな感じなんです。で、まあ数はねあんまりまだ釣ってないけども、そういった釣りで今後活躍してくれるであろうとね思ってねいるのがね、去年出たこのアイバイアイシャットね、メガバスのアイバイアイシャットの、これは、タイプ3と一番最初に出たタイプ R ですね。なかなかね真ん中のサイズ出ないですけどね、あれねすごい開発してるってフィッシングショーとかでも、ね、おっしゃってましたけども、ここら辺がとにかく飛ぶで、なんていうんですかね、こういった位置づけになってくるのかな。あでもぶっ飛ばすって考えると、飛ばすって考えるとこういう感じになるのかな。これねほんとね LBO2 が入っているんでっていう、まあ投げると分かるんですよ。あ飛ぶなって、すげえ飛ぶなってね、動きがいいなっていう感じで、でまあそのね大元になったね、まあ、ラパラね、ラパラの SSR、まあ、これね前動画で説明したように、まあ、似てるんですけどね、まあ、ここら辺がこういて、で飛距離で考えるとこういう感じの順番になってくるのかなっていうところで、はい
そして、これはねあのサスペンドのラトリンロープなんで、これはね春先から、登板させていきます。あ、ここら辺でしたかね。まあこういう感じのここら辺に位置するのかな。で、まあずっと使っている、まあ、ノリーズもですね、こういったミノね、あの色も好きだし、動きも好きだし、でこれもねボックスにお守り的に入っております。お守り的にって考えると、このねやっぱね一番ねもうミノの元祖ですね、カウントダウンラパーね、これねブラックバスでもねめちゃくちゃ釣れますね。ここら辺ですね、元祖なの。ここら辺に置いときましょうか。で、そうしてですね、まあこのスレッジの弟分ね、こういう感じで、これもねあのサイズ的に好きなんで、でちょっとね濁った時用にこういう、色と、あとはね何も考えたくない時、キラキラさせたい時っていう風にこんな感じのねシンプルな、全部これ銀色なんですけども、あなんか目が赤いルアー結構多いですけど、こういう目が赤いだけなんかちょっと気分上がりますよねって。でここら辺のスレッジのご先祖様じゃないですけども、元祖のねこのベビーシャット、これはこれが超絶いろんな進化を得て多分ねこうなっていくと思うんですけども、やっぱりねこれはねやっぱどんだけ時が経っても釣れるやつなんで、まあ新品でも買えますけどね、中古で具合のいいのがあったらついつい買っちゃうっていうことで、まあ、ベビーシャットも売りまして、で去年のね暮れぐらいに買ってね、今年どうなんだろうってね活躍を期待しているのがこのねドゥルガーですよね。これ OSP のミノね、ここら辺はサイズ感とかどうですかね。まあいろいろなんかねどうだろう、ありそうで持ってなかった感じで、メガバスの X70 とかそこら辺とね、今この中にいませんけども X70 なんかもよく釣れるミノなんで、そこら辺のまあ最新バージョンというかぶっ飛ぶバージョンっていう感じで使うようになってくのかな、どうかなとかね、まあでもね今年期待の小型ミノっていうことで、ドゥルガとかねね、はい、というわけでこんな感じですね。でまあこれをねあのボックスに詰めて釣り場に行こうかなと思うんですけども、まあねほんとねミノをね改めて見るとよく買ったなっていう感じですけど、まあこれでもねまだね全部出ていないので、何かっていうとねその餌の追ってる餌のサイズによってね本当細かい使い分けで、いっぱい釣れたりなんか若干ずれたりとかですね、あとは飛距離重視だったりとか、あとは一発大物狙いでここら辺のね、ボリューム感のあるのを使ったりとかですね、いろいろなんですけど、まあ、ここら辺はねやっぱりなんとか釣りたいなっていう時、そして、今日は狙うぞっていう時はこういったね130、ミリ台ですね、ぶっ飛びミノですね、まあ、ここら辺のとかねこういったところで、ね、使い分けておりますってね、まあ見てるとね釣り行きたくなっちゃいますね。というわけであの頑張ってねあの休み作ってどんどん釣りは行こうと思いますので、実況動画の方でね あの時なんか言ってたミノで釣ったなみたいな感じで見ていただければなと思うんですけど、もうここら辺がですね今年の、まあ、一軍選手ということで、で全部持っていくわけじゃなくて、その釣り場とかですね雰囲気によってこの中から選抜チームを選んでですね、持っていって、投げてみたいと思います。ここら辺のやつをね去年買ったですねグラスのスピニングとかでね、今までよりちょっとPラインとかで飛ばして使ってみたいなとか、ね、いろいろね頭の中ではですね妄想でいっぱいなので、実況動画の方も頑張っていきたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV は、春先に向けてですね、ミノをゴソゴソと引っ張り出してきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。